私を呼んだのはあなたですね。私は雨の神トラロック、あるいは部族神にして戦の神ウィッチロポチトリ。ふさわしいと感じた方の名で呼んでください。どちらも私にとっては変わりませんから、ね。レベルが上がりました、ね。このように未だ発展性のある私です。なかなかの貢献です。より良い暮らしを。約束します。税収を取るつもりはなかったけど、これはこれで癖になるかも。あなたは私の新刊なのですから、サボらず働きに出てください。義務です、義務。サーヴァントである以上、命令には従います。もともと自分の意見はほぼ口にしないタイプですので。マスター、つまり新刊ですね。新刊の義務は様々です。祭壇を清潔に保ち、供物を毎日捧げ、神への理解を深め、一生を神殿で過ごす。最後の一つがとても重要なのは言うまでもありませんね。ケツアル・コアトルの話はやめて。あいつはろくなことをしない。テオティワカンではトラロック神と派閥争いを起こさせるし、ナウイ・オセロトルでは兄様の邪魔をして、その後はちゃっかり兄様の横について人気を総取り。しかもトウモロコシまであいつがもたらしたことになってるし、マヤからの引き継ぎ、ほんといい加減。アステカの民、そういうところあるよね。ジャガーマン。ああ、あれ。大したものよね。あんなオセロ名までいるなんて。驚かないのかって？だってあれ、どこかの異分体のジャガーマンでしょ？私の兄様の分霊があんなに面白いわけがない。え、待って、今の映像データ、もう一度見せて。これが異分体のアボーキュー。一周回って気持ち悪いけど、もう一周すると凄すぎてめまいがする。変態。変態の所業。実物を見てみたい。え？捨てた？始皇帝自ら。城を空に浮かせる。天地を逆にする。生意気。私にはわかります。これは宇宙船の発想だと。ね。セミラミス。その名前、覚えておきます。トウモロコシは好きでしょうか？どんな堅固な要塞も、施錠一つで陥落する。熾烈な籠城を続けた最後の決戦で、そんな不運に見舞われるなんて。腕の長い、低粛で気高い町。何より彼女が、皇帝の最後を悲しんだのでしょうね。ファーストサーヴァント、白亜の城、精霊と人間の町。まあ、それなりの町かもです。ね。私のアストランほどではありませんけど。聖杯、余ってる？彼女に使う前に、まず私を改築してください。ね。黄金の劇場とか、公共施設に予算を使いすぎでしょ！失礼。ありえないほど興奮してしまいました。
ところで、黄金とはいかないけど、緑石で飾った庭はあります。たくさんの鳥たち、色鮮やかな草木、美しい水路。王とその妃しか入れない、特別な空間、です。呆れた国です、ね。城に住み着いた邪霊が姫を名乗っているなんて。まあ、あまりのずうずうしさに興味は湧いているけど。姫、姫、そっか、そういうのもありだったんだ。好きなもの、黄金、銀、織物、たくさんの羽飾り、工芸職人の作る黒曜石の刃。大通りに並んでいたものは、みんな好きです。よ。嫌いなもの？もちろんスペイン人です。思い返すだけで頭がナウイキアウィドルになるわ。あいつら、治水がへったくそ！聖杯。望みを叶えるということは、心臓を入れる容器だったりする？違うの？じゃあどうやって望みを叶えるのです？着替えました。兄様に合わせただけです。カルデアに合わせたわけではありません。あなたが気に入ったようなので、もうしばらくはこの姿でいます。とぼけないで結構です。口にしなくても、顔でわかります。よ。この通り、レベルアップも普通にこなします。何もおかしなところ、ないでしょ？ふふ。もう私に夢中です。ね。せっかちすぎ。都市開発は、ゆっくり慎重に行わないと。急いで怪我などしないでください。ね。街づくりの参考に、他の都市の視察に行きます。ついて、来ます？特に強制はしませんが、メンテナンスは大切です。よ。私たちの言葉で、新刊を何と呼ぶか、ですか？そんなこと知ってどうするんですか？戦いに影響はありません。魔力が向上するわけもありません。総じて意味がないので答えません。その、トラマカスキですけど。ニトクリス、人気な女ですよね。努力家で、生真面目で、民を大切にする。何一つ共感できません。水攻めで反逆者たちを殺したのはなかなかのセンスだと言わざるを得ないけど、多分気は合いません。二人きりになんて、しないでください。ね。あんな美しい鳥が海の向こうにいたなんて。鶴？鶴というのですか？しかも、洋服をオーダーメイドですぐに用意してくれる？でも、どうやって寸法を。大抵のサーヴァントのスリーサイズはチェック済み？はぁ、ただの犯罪者でしたか。かなり気持ち悪いサーヴァントだけど、友人が少ないから、なってあげるのも神の務め、ですよね。城の守護像に心が宿り、領民のために空を飛び、ドリルで突撃し、ミサイルを乱射する。間違いなくベストセラーですね。天才の所業ですから、他の著作も聞かせてください。
の話でしょ？蜃気楼、海の底にはあんな巨大な都市があるんですね。次の休憩期間に視察に行きましょう。同じ水の都として参考に。は？貝の上に都市があって、その都市をベッドにしている？現代のシバルバ？やめましょう。バカンスは日本の千葉にあるという湾岸ランドにしましょう。ね。おき、いえ、おさかべ姫が水着に。マスターであれば何を嘆願するかは分かってますよ。ね。城をアンプにするという発想。エリザベートとはそれなりに交友しています。服の趣味も悪くないし、もちろんステージにも誘われました。城塞のスピーカーとギターを持った都市型エンジン。ロックでしょ？ネロ皇帝も水着ありか！失礼。取り乱しました。準備はいつでもできています。手の遅延、どうです？好きなもの、言えば用意してくれるんですか？結構です。もう手に入れています。物ではありませんけどね。嫌いなものですか？不思議ですね。この姿だと頭が沸騰しません。今嫌いなのはここに割って入る邪魔者ですよ。聖杯はトロフィーにもなると聞きました。使いどころがないのなら私に預けてくださいね。トラロックは雨の神。平和的な神に思える？ふっ、浅はか、そして矮小ですね。大きな川のないアステカにおいて、雨水を司ることは、命を人質に取るに等しい。わかる？トラロックを怒らせたら、集落の一つや二つ、簡単に消えてしまうということよ。ウィッチロポチトリは戦の神にして、アステカの部族神。戦士たちの魂を束ねるもの。兄様、テスカトリプカ神から派生した神で、権能も酷似している。まあ、アステカ人たちの守護神だから、全能とはいかないけど、ね。長く、そして熱心に信仰されたことから、私は神の機能を使うことが可能になりました。力は私に、栄光は元になった神に。お互い損のない関係です。とはいえ、トラロック神も、ウィッチロポチトリ神も偉大な方ですので、彼ららしく振る舞うのには骨が折れますが。かつて都には多くの神官がいました。彼らは勤勉で、熱心で、たくましい者たちでしたが、清潔ではありませんでした。毎日生贄を切り裂いていたので、返り血で真っ赤になっていたのです。感染症で命を落とす神官も多かった。王であれ、貴族であれ、神官であれ、常に対価を払う世界。それがアステカ。誰もが犠牲になる世界。残酷な世界だと思う？でしょうね。私も同感。でも、アステカの文化を否定はしない。過酷な密林で生きるということは、
そういうことよ。召喚に応じ建築。あ、いえ、参上しました。こんにちは、サーヴァント、プリテンダーです。もう知っているのなら隠す必要はないので、積極的に自己紹介をします。私は、トラロック神と、ウィッツロポチトリ神をいただいたアステカ文明最大の水上都市にして、あなたの永住の地と言えるもの。どうぞ親しみを込めて、テノチティトランと呼んでください。ね。トラロック。ウィッチロポチトリは、表向きの名。私の神名は、テノチティトラン。アステカ帝国の心臓とも言える、水と花の都。その化身です。この姿を見せるのは、最高位の神官にのみでした。この意味が、わかります。ね。アステカの民は故郷を失い、長い放浪の末、安住の地にたどり着きました。月の湖と名付けられる、この湖に。私は本来、この湖にあった精霊だったのでしょう。精霊は人を避けるもの。けれど、私は湖を去らず、いつしか、都市の心になっていました。人間になりたかったのでもなく、神になりたかったのでもありません。私はただ、彼らの営みが、芽吹くような笑い声が、心地よかっただけ。私の湖を愛してくれた彼らを、私も愛おしいと感じたのです。レベルが上がりました。ね。このように、未だ発展性のある私です。なかなかの貢献です。より良い暮らしを約束します。税収を取るつもりはなかったけど、これはこれで癖になる、かも。偉大なるテスカトリポカ。神話の時代からたくさんの顔を持つ、何をするかわからない方ではあったけど、迷うことなく現代の服装を選ぶなんて、なんて、さすがです、兄様。私もちょっといいなと思ってました。オジマンディアス。ニトクリスがよく口にするので、何かの用語だと思ってしまいました。ラムセス二世と言ってくれたらすぐに分かったのに。一度でいいので、神殿の改築を請け負ってくれないかな。トラロックとウィッチロポチトリ。この二柱の神を祀ることで、テノチティトランは繁栄した。所詮密林の原住民の町に過ぎないと見くびっていたスペイン人たちは、私を見て言葉を失ったわ。世界中を回ってきたが、これほど壮大で、堅固で、美しい都市はない。まさに地上の宝石だって。あなたに足りないのはそういう反応。つまり、断るごとに感動してください。ね。